A 団零7系電車、A 団零7系電車、A 団零7系電車は、低都高速度交通 A 団、A 団通勤系電車である。2004年、平成16年4月の A 団民営化に伴い、東京地下鉄、東京メトロに継承された。当初は、有楽町専用に製造され、後に、東西線に転用された。重量編成6本の、計6十両が在籍する。 当初の本系列は、有楽町線において1993年、平成5年3月に実施されるダイヤ改正時の輸送力増強用の新型車両として同年1月20両、編成2本、一時車、第1.02編成が、川崎重工業にて製造さ、1993年、平成5年3月18日に営業運転を開始した。その後、 1九9四年、平成六年十二月7日の小竹向原駅、新鮮池袋駅、現、池袋駅間開業及び西部有楽町線、新桜台駅練馬駅間延伸に伴う、増用として重量編成四本、二次車、第零三から零六編成が日本車両製造で、追加製造され、七0系と共通で二千七年、平成十九年まで、全編成が、 有楽町線と有楽町先進線、現、東京メトロ副都心線小竹向原池袋間で運用されていた。設計にあたっては、ジェントルマイルドをメインテーマとし、列車に関わるすべての人と環境に優しくあるよう、設計した。人とは、乗客、乗務員、研修員、製造作業員を、環境とは、車内居住環境、音、光、空調など、 社会環境、振動、騒音、リサイクルのことを表している。これは21世紀を目指した車両は人と環境に心を配り穏やかで上品であることを必要としたためである。このメインテーマをもとにして外観、内装、機器などを一貫した設計を実施した。同時期に落成した千代田専用の零六系とは共通の設計であり、メインテーマ、デザインコンセプトも 共通としている。この頃は、A 段各線で、旧世代系列の車両交代が盛んだったため、これら6.07系と類似の仕様、総柄入り座席モケット、座席横のモケット付け手すり、VVVF インバータ制御、モノリンク式、ボルスタレス台車など、を搭載した例 x 系シリーズの新車が、他の A 段線にも相当数が製造、投入された。その後、 2008年、平成20年6月14日に、有楽町先進線を延伸して開業した福都新線では、自動列車運転装置、ATO を使用したワンマン運転を行うとともに、小竹向原渋谷間の各駅にホームドアを採用し、引き続き有楽町線と一体的に運行されることになった。副都心線開業前から本系列とともに、運用されている7000系は、 同線各駅のホームドアに対応するが、本系列は7000系や1万系とは、ドア位置が異なるため、小竹向原駅のホームドアに対応できないことから、福都新線渋谷方面への運用が不可能となった。そのため、2006年、平成18年9月1日から、有楽町線に1万系を投入して二次車の4本を、順次東西線へ転籍させ、 残存していた5000系を置き換えた。これらの車両の転積改造工事は、座席モケット以外は、深川工場の車体更新修繕場で実施された。本系列を有楽町線から東西線へ転用するにあたっては、両線は線路がつながっていないため、日本貨物鉄道、JR 貨物の公主車両輸送により、同線へ輸送された。最初に、綾瀬建区に改装。 綾瀬駅から JR 常磐線、武蔵野線、中央線を経由して、中野駅へ輸送された。そして、深川県尺へと改装された。同年11月8日から第03編成が、東西線で営業運転を開始し、有楽町線からは2007年、平成19年3月までに、対象編成のすべてが東西線に転籍し、 同年6月までに全編成が運用を開始した。一方、一時車2本は引き続き有楽町線での運用が行われたが、2007、平成19年9月、小竹向原駅の全ホームにホームドアを設置することから、同年10月より運用から外され、転用先が決まらず、和光検区にて事実上の旧車扱いとされていた。その後、2009年、 平成21年3月に東西線において快速列車を通勤快速へ格下げする輸送改善を目的としたダイヤ改正を行う子が決定されその際の運用補填用として一時車2本も同線に転用された。なお千代田線において JR 列車無線のデジタル化と改正技術基準の対応工事施行のため同線で一時的に予備車を確保するために 第01編成を2008年、平成20年9月から12月の間、千代田線に転籍さ、その後東西線へと転籍させた、東京地下鉄の車両では、自社の3路線で営業運転をしたことがある初の車両。2008年6月14日に公式ホームページの有楽町線車両図鑑から07系の記載が削除され、一時的に、 本系列は営業列車で唯一掲載されていなかったが、2009年7月から東西線の車両図鑑に掲載されていい。外観デザインは穏やかで上品な中にアーバン的な雰囲気を持ち、長くお客様に親しまれることをデザインコンセプトにした。車体はアルミニウム合金製で、車両側面では屋根を高くし、いわゆる張り上げ屋根タイプとした。 一次車と二次車では細かな点で違いはあるが、仕様はほぼ同一である。前面は約十四度の交代角をつけ、全体的に丸みを帯びた形状とし、フロントガラスは側面にまで回り込ませた曲面ガラスとした。また、地下鉄線内における非常口として、プラグドアを設置する。前照灯と微灯は丸型であり、倉下に設置されている。当初は、 西部池袋線内における、優等列車での使用を考慮して上部に通過標識等が設置されたが、同線での使用停止により使われることはなか東西線転籍後は、フロントガラスの車掌台側に編成番号表記、71から76が貼り付けされている。下部には、灰色の排状機、スカートが設置されるようになった。連結器は密着連結器である。 有楽町線時代は、乗り入れ先の非常時に、電磁直通ブレーキ車両との併合を考慮して、ブレーキ接続用の空気配管、空気旋時を必要としたが、東西線転積後は、不要となるために撤去するとともに、廃照機の切り欠き部をやや大きくした。車体のラインカラーは、東西線で使用されている英ゴ NK と同様の、カラーとし、スカイブルー、水色を主体に、 細い白と紺色の三色のラインを配している。有楽朝鮮時代はゴールド、黄色を主体に、白と青の細体、さらに濃い青色の四色のラインを配していた。側面構造は20メートル両開き気温扉である。側面は従来車両よりも運転室スペースを広くとり、なおかつ先頭車の全長を長くしないために、 車内の座席定員配列を3から7から7から7から,7から3から4から6から7から,から6から4に変更した。このために側窓の大きさがそれぞれ異なる。さらに連結面側の客用ドア位置が標準間隔車両よりも車体中央寄りになったため、これが前述した副都心線におけるホームドアに対応できない原因になった。後年に、 車両間転落防止ホロを設置した。冷房装置は、心臓時から集中式を各社に一機搭載し、装置機制には、社外放送用スピーカーを内蔵している。有楽朝鮮時代は端部に、FRP 製のカバーを付けた、丸みを帯びた形状である。装置は、日立製作所製の外気導入系インバータ、制御方式、フター300から206系で、 能力は4 8 9キロワット四4 2 0 0 0カロリー、h である。東西線転積後は0 5系1 3実車と同様の、角張った形状の三菱電機製の、稼働率制御方式、ON、オフ制御方式クーラー、CU768 から1系に更新し、能力は5 8 0キロワット、5万キロカロリー、h である。いずれも、 空調運転モードは、冷房、暖房、除湿、全自動、送風があり、全自動では内蔵のカレンダー機能や、車内外の気温に応じて、冷房、暖房、除湿から自動選択されるものである。内装デザインは、外観ラインカラーと共通の事項とし、06系では穏やかで落ち着いた雰囲気を目指したが、本系列では、上品で活気あふれる雰囲気を目指した。 カラースキームは、有楽町線沿線の池袋や有楽町、銀座、ウォーターフロントといったカジュアルな街のイメージから、ピンク系になっている。化粧版は、ピンクベージュをベースとし、セザンヌをはじめとした、印象派の油絵をモチーフにしたものとした。床材は外側を、ステラブルー、中央部は、都会のリズムを、抽象的に表したもの、グレードオンと、スウィフトブルーでコーディネートした。 座席は車端部から順に4.67.64人掛けのバケットシートであり、一人分の掛け幅は 450mm、指示は客台、込みのあるタイプである。落成時のモケットはラズベリーレッドの濃いピンク色に細かな砂目模様の入った表地であった。優先席部は東西線転席後も青地にシルバーライン入りを使用している。二次車は 以下の時期に例5系、特に第19から24編成かた持ち式、バケットシート車タイプのもの、せずり部分に区分柄がある赤系のモケットへの交換が行われた。車内天井は、車両屋根曲線の改良や空調ダクトを、扁平化するなど工夫することで、天井高さ 2230mm とし、従来車両よりも 88mm 高くした。さらに、 袖仕切りの握り棒は車外に向かって広がるようにし、圧迫感を減らすようにした。袖仕切り形状は6000系以来の面影を残す、荷棚部分まで繋がっているタイプで、このタイプの袖仕切りを採用した車両としては末期に位置する。荷棚前の手すりはタンブを袖仕切りで指示しているため、タンブが曲がっている。さらに、袖仕切り上部の保護棒、サイドバーには、 座席モケットと同じ布地が巻かれている。荷棚は同じ AX 系列と同じくステンレス線を格子状に溶接したものである。天井からの釣り手棒受けはアルミニウム製の中空品で白色に焼き付け塗装したものである。釣り革は白色の三角形のものであり、2005年平成17年末には優先石部において オレンジ色日にえ交換が実施された。車椅子スペースは2.9号車に設置され、隣に二人掛けの座席がある。前述した座席配置の関係から、側窓はすべて一枚の大型ガラスで、六人掛けの箇所が加工式である。それ以外は固定窓車内の窓枠はアルミニウム製だが、通常のシルバーではなく、ゴールドのメッキ品を使用している。 窓が大きいことからカーテンはフリーストップ型のものである。客用ドアは複層ガラス構造を採用している。連結面の貫通扉は各社端部に設置されており、片開き式で窓ガラスは下方向に拡大されたものとなっており、客用ドアも含め室内側は化粧板貼り付けである。なお、妻面窓は設置していない。正面と側面に、 LED 式の種別、行き先表示器、一つの表示器に表示を設置する。書体は明朝からだとし、側面のみ、英字兵器である。東西線転積後は05系に準じたロムを使用しており、表示内容は同系列の LED 表示車とほぼ同じである。種別表示色は、快速、東洋快速、東海の表示は赤色、通勤快速、 通り階は緑色で表示される。有楽町線、西武線内時代は、準急、快速の表示は緑色、急行、定期列車では、運用なしは赤色で表示れる。なお、両線とも確定運用では種別の表記はせず、また、側面の種別表記のみは、枠付きで表示される。各客用、ドア上部に、LED 文字表示による、車内案内表示器。 一段表示式を設置し、ドアチャイムを設置する。東西線転籍後は、例語系、第24編成以前に合わせて、乗り入れ先の中央線総武線、東洋高速内では、例、三鷹行き、固定表示になる。有楽町線時代の編成は、乗り入れ先の東部、西部線内でも表示し、そこでも東京地下鉄からの隠し案内が表示された。同様に、 西武6000系も東京地下鉄線内では、西武鉄道からの隠し案内が表示される。同系列などとは違って、LED 表示機の最大表示文字数が12文字では、なく11文字となっているため、西武車両では、スクロールしない部分、例、この電車は、新木場行き、次は新桜台など、が常にスクロールして表示された。また、準急や快速などの運用の場合は、 スクロールせずに表示された。車外スピーカーによる上高速新ブザーは、電子音によるブザーが明動した後に、ドア、登場時は、扉が閉まります。ご注意くださいの音声が2回流れる。自動放送装置を搭載する。東西線転席後の自動放送装置は、JR、東洋高速線内には対応しておらず、東西線内のみで使用される。有楽町線時代は、 西武線や東上線にも対応していた。また、他の自動放送搭載車と同様に、平日朝夕ラッシュ時の一部時間帯は、有楽町線内では、英語放送や乗り換え案内放送が流れなくなる。ただし、日本語での自疫案内や、これから先は、カーブが多く電車が揺れますのでご注意くださいと注意を、促す放送は流れる。これは、東西線への転席後も同じである。 乗務員室は乗務員の操作性、居住性の向上と前方視野の拡大、客室からの眺望を配慮した機器形状、色彩とした。車内色はアイボリー色、運転台系基板は灰色のデスクタイプであり、奥行き 1900mm と広めに確保した。軽基板の配置は有楽町線時代、東西専用ともほぼ同じである。は、 左から電流計、速度計、時速 120km まで、圧力計、ブレーキ指示計が並ぶ。車両情報管理装置、TIS、口述のモニター画面は、ブレーキハンドルの右側、軽基板とは斜めに配置され、乗り入れ先の機器などが多い乗務員室機器をできるだけ、集約して、ユニット化し、凹凸を減らした。東西線転席後は、室内の搭乗線。 西武線乗り入れ用の機器は撤去し、JR 線乗り入れ用の機器を新たに搭載、口術の保安装置項目も参照した。警笛は空気笛と電気笛を使用している。乗務員室と客室の仕切りには、日比谷専用の零散系と同様に大窓一つと、乗務員室扉があり、乗務員室扉は客室から見て、右端ではなくやや中央寄りに配置されている。大窓には、 スモークの入ったガラスを使用している。当初、車高膜は、大窓のみ設置してあったが、後に乗務員室扉窓にも、車高膜が設置された点では零算系と異なる。主回路制御装置には、リベット阻止、阻止体圧 1500V600A による、VVVF インバータ制御、3レベル方式を採用した。一次車は三菱電気製、二次車は、日立製作所製を搭載する。 一機の制御機で一個の主電動機を制御する、個別制御、1C1M 方式で、出力 205kW の電動機は編成中に16個装備する。空気圧縮機、CP はレシプロ式の C-2500、LB 型を編成で3機搭載する。パンタグラフは、筆型の PT-4322S を4機、搭載した。補助電源装置は、 有楽町線時は三菱電機製の 170kW 出力 DC、DC コンバータ、DDC、t n a a 1 7 0 a 型、直流 600V 出力を搭載していた。東西線転積後は、富士電機製の2 4 9く出力製主計インバータ、SIV、セディ 061K、三照、交流 440V 出力に更新されている。 これらは編成で2台搭載する。ブレーキ装置は改正ブレーキ併用の全電気指令式空気ブレーキとし、保安ブレーキ、降雪時に使用する対雪ブレーキを設置する。ブレーキ制御には1両の電動車が2.5両分の改正ブレーキを負担する 1M1.5T 新遅れ米制御方式を採用した。この新遅れ米制御方式は従来よりも 改正ブレーキ性能向上と成輪種現象を図れ、新しい方式である。編成中の電動車、M と付随車、T の構成、MT 比は 4M6T ながら、軌道加速度は7000系と同一の時速 3.3km、S を確保しており、歯車比は大きい。有楽町時代の減速性能は、常用時速 3.5km、S、非常時速 4.5km、 S, s であったが、東西線車両では常用減速度は同様だが、非常減速度は時速五点零キロメートル s であることから、東西線転積時に非常減速度を時速五点零キロメートル s に変更した。台車はモノリンク式軸箱支持方式のボルスタレス台車であり、電動車が s s 百三十五系、付随車と制御車、CT 外 s s 零三五型と称するものを、 使用している。基礎ブレーキは片押し式のユニットブレーキである。この台車は、A ラン地下鉄における、次世代の標準台車を目指したもので、曲線通過性能向上、メンテナンス省力化、軽量化、高粘着化を、K の基本とした。その後も、民営化後の東京地下鉄でもモノリンク方式の台車は、使用を継続している。 本系列においても日比谷専用の零散系以来の車両制御情報管理装置、通称ティストレーンコントロールインフォメーションマナジメントシステムを搭載している。これにより乗務員の支援や研修時の効率的な運用を可能としている。さらにマスコン指令や乗用ブレーキの指令などの制御、伝送機能を有している。本系列においては車両間の伝送線に 光ケーブルを採用したことや、運転台表示器にカラー液晶画面を採用するなど操作性の向上を図ったものとした。なお、東西線転積後はプログラムを変更し、行き先設定、案内設定、車内案内表示機器と自動放送の設定と空調モードの設定を TIS、モニター画面から行えるようにした。落成当初は、 有楽町専用の CSATC 装置と、東武東上専用の東武型 ATS 装置を搭載していた。列車無線装置には、誘導無線装置、IR と東武用の空間波無線装置、SR を搭載していた。1998年、平成10年3月には、西武池袋線への本格的な乗り入れに伴い、西武型 ATS 装置の搭載。 西部用空間波無線 SR の搭載をした。運転台では、西部用列車無線受話枠の新設、西部 ATS 開放スイッチ、西部用列車番号設定機などが新設された。屋根町には、東部用の I 型列車無線アンテナに加え、L 字型の西部用無線アンテナを設置した。1997年度から1998年度に、施行。2000年。 平成12年に入り、東武鉄道の列車無線システム更新に伴い、東武用空間波無線装置を更新、運転台の列車無線操作機は三車別型から、一台に集約したタイプの機器に交換、同時に屋根状の東武用無線アンテナを I 型形状から L 型形状に交換した。2002年、平成14年には、有楽町線の保安装置を新 c s ATC 装置に更新する工事が行われ、ATC 車上装置の更新、速度計の総張り式、黒針は速度減時用、赤針は ATC 仮想防護信号、オープ・オーバーランプロテクターの制限速度表示用への交換などが施行された。1999年度より順次施行。有楽町専用の ATC 装置、新 c s a t c と、 東西専用の ATC 装置、デジタル方式新 CSATC と WSATC、なお WSATC は東洋高速線と共通では仕様が異なるため装置本体を交換した。合わせて JR 専用の ATSP 型装置を搭載し、不要となる東部型 ATS と西部型 ATS 装置は撤去した。列車無線装置については、 誘導無線装置本体を交換し、有楽町線と東西線では、誘導無線アンテナの設置車両位置が異なるため、07から300型と07から800系への連結位置を入れ替えた。合わせて JR 専用の空間波無線装置、防護無線装置、信号円管などを搭載し、東部、西部用空間波無線装置は撤去した。転属当初は、 ATSP 型は設置されたものの、JR 側の車両強襲が遅れたため、JR 線、中央線、総武線ともにには入線しない運用に限定されていた。あとの2007年3月5日からは、JR 線直通の運用にも投入され、05系や15000系と共通運用となり、快速列車にも使用される。運用区間、本港では、路線名は、 王線による区分ではなく旅客案内状の名称を用いている。福都新線は和光市駅渋谷駅間のことを指す。運用区間07系が使用された臨時列車、またはヘッドマーク付き列車には以下のようなものがある。第01編成は2008年平成20年9月11日より12月までの間、予備車として一時的に千代田線で、 営業運転を行っていた。短期間の走行のため、小田急線への乗り入れ改造は行われず、改造も最小限として、減速度が、有楽町線の常用時速 3.5km、S、非常時速 4.5km、S から千代田線の常用時速 3.7km、S、非常時速 4.7km、S へ変更された程度であったほか、ラインカラーは、 東西専用の帯を巻いていた運用区間。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。